皆さん、アンバサー、私です。今日は、戦争遺跡を見てきたよ。暇ならゆっくりしていってね。今日見に行くのはね、甲座海軍工廠、と呼ばれる、とても大きな軍事工場施設の、跡地を見に行くよ。公園内に、地下施設の、入り口があって、そこには、当時、作られていた、極地戦闘機、雷電の模型が、展示されてるみたいだよ。ワクワクするんごねー。普段、バイクでツーリングするとき、Google マップの案内を、使うんだけど、近道使いたいのか、とにかく、いろんな道へ、曲がらせまくるんだけど、モタードの機動力のおかげで、意外とスイスイ行けますわ。まだ、購入してから、今日で3回目で、まだまだ運転の仕方に慣れてないけど、こういう、街中をツーリングするのも、意外と得意なのかなぁなんて思ったりもしています。ただですねー、おケツがですねー、これ持ちませんねー、ジムでも通って、ケツ筋鍛えますかねー。目的地の公園に来ました。ここは、神奈川県座間市ってところにある、芹沢公園ってところだよ。結構大きな公園だよ。ローラー滑り台もあって、行きたかったけど、子供連れの親子が多い公園なので、通報されそうで、行けなかった。悲しいんごねー。地下壕近くの駐車場へ、歩って数分らしいので、早く行ってみましょう。公園内部に潜入、方角的に、ここ降りてけば、すぐ着くはず。歩いて、3分ぐらいで、地下壕の入り口が見えました。最短で降りようとしてしまい、ちょっとこけそうなルートを選択してしまいました。体はねえ、朦朧化が始まっていますが、心はねえ、ピチピチの13チャイだよ。おお、目の前に地下壕が見えますねえ。てか、公園内に、軍事施設の地下壕が、残ってるのも、面白いよね。素掘りで掘ってるから、崩れちゃいそうな気もするけど、半世紀超えても残ってるなんて、すごいなーって思いますよね。それじゃあ、ちょっと中の様子を、柵越しから見させてもらおうねー。おお、ライトアップされて、雷電の模型が見えます見えます。おお、すげえ、本物じゃないけど、結構大きくて、かっこいいんごねえ。ライトアップされててよく見えます。私、雷電って言われても、よくわからないんで、ウィキペディア先生に、聞いてみることにしました。雷電はね、太平洋戦争末期に、日本海軍が運用した極地戦闘機だよ。初飛行後の、不具合解消に手間取り、実用化が遅れたため、生産は縮小され生産数は比較的少なかったみたいだよ。南方や本土における防空戦闘に投入され、一定の戦果を上げている、だそうです。詳細が知りたい人は、ウィキペディア先生で調べてみるといいよ。この洞窟、阿弥陀城に、東西南北に張り巡らされていて、地下壕の総延長は、約、1500メートルにも、及ぶそうだよ。しかし日本軍が部品を製造していたような痕跡は、ほとんどないそうだよ。もしかしたら敗戦時に、いろいろ破棄したのかもね。この洞窟の天井には、ツルハシを、使って、土を削った痕跡が、天井部分にはっきり見ることができるよ。これが、ツルハシで削った跡かね。ツルハシって、あれだ、サイレンってホラーゲームで、主人公の、須田京也くんが使ってたよね。あれでこの地下壕1キロ以上掘るとか、どうかしてるぜ。隣にある地下壕。かなり荒れてて危ないのか、近づくこともできません。ただの穴のようだ。
号の上はどうなってるのか、ちょっと見に行ってみるよ。いやー、ほんと体力なくて、こういう、ちょっとした階段でも、行き上がってきちゃって、そろそろ、マジヤバい気がしてきたわ。楽して体力つく方法ないかなー。あったらぜひコメント欄で教えてください。地下壕の上は、こんな感じになってました。普通の公園だね。この下に、日本軍の軍事施設があるように思えないこの感じ。あーでも思ったのが、休日に公園でフラフラするのも面白いんごねー。GoPro タンを胸につけて、全身ワークマンで武装した、怪しい奴が、公園内を、撮影しながら徘徊したせいか、すれ違う子供たちが、恐怖に怯えた顔になってて、正直草生えました。通報される前に退散退散。いやー、今日は本物じゃなかったけど、雷電見れてよかったわー。置いてある場所的に、いい感じの雰囲気出てたしね。みんなも暇なら来てみるといいよ。それじゃあ、今日はこれでおしまいにしておくね。次回も暇ならまた見てね。それでは皆さん、アンバサー。